真面目とかじゃなく、人として当たり前のことです。当たり前じゃない。私はいつだって正しいわよ。少なくともあなたよりは。何を一人でブツブツ言ってるの。グズグズしてたら昼休み終わっちゃうじゃない。急いで。私、やっぱり午後から出勤します。そんな意地悪しなくても。それにみなぎくん来てくれたんだ。職場の仲間として当然ですわ。では私はこれで失礼する。今日はゆっくり休みたまえ。あ、はい。わざわざどうもです。ふん。ではお大事に。北条君か。僕が来ちゃ変だったかい。そこで小石川課長とばったり会ってね。せっかくだから見舞いに寄らせてもらったのさ。僕もそこまで仕事の鬼じゃないよ。ついでの用事があったので寄らせてもらったんだ。土産を忘れていた。これは恐縮です。気持ちばかりのものだ。早く良くなりたまえ。一緒に来るんだもん。緊張した。
単なる言葉のあやですから。先輩、病人は寝ててください。課長のメロン、私が切りますから。うん、ありがとうね、カレンちゃん。気にすることはありませんわ。認めないわ。小さい頃から何だって人より上手にできたのよ。料理くらいで弱音を吐くわけにはいかないの。受け取りなさい。勝負よ。私よりうまく切れたらあんたの勝ち。このメロンを甘く見ない方がいいわ。この表記のコードと表面の複雑な文様が加えられた応力を分散させてしまい、通常に比べて刃物のような切断を極端に困難にしているの。応対力学の見地からすれば、
アナ。そんな、あのメロンをこうまで完璧に。私の乾杯だわ。この私が水木先輩に。今までの私の人生は一体。それが全然。ラリサちゃんと別れたあたりから記憶全部すっ飛んでるの。それで下心って何何？ごまかってる。聞く。聞く聞く。女性にデリカシーのないこと言うんじゃないわよ。そうだそうだ、カレンちゃんの言う通り。Thank you.
北条みなぎ君か。彼女たちは美しいだろう。手に取って触ってみても構わない。僕の自慢の品だ。いかがわしいことをしてると思ったかい？顔に書いてあるよ。まあ誤解されても仕方ないだろうな。本性だよ。魂の核の部分が表に出てる。普段の彼女たちはこの核の上に衣装をまとっているに過ぎない。これは彼女たちの命をつなぐ鎖さ。霞もシンシアも元は貧しい町人の子だった。二人とも10歳前後の頃拾った。だけど拾った時からすでに彼女たちは高加熱を発症していた。そう、知っての通り不治の病だ。サラリーマンと違って免疫を持たない一般人は発症したが最後、なすすべもなく全身をシリコンメタルに侵され、無機物へと変貌を遂げる。高加熱を発症した者は往々にして忌み嫌われ、町の外れへと捨てられる。彼女たちがまさにそれだった。僕の古い友人が研究中の薬だ。まだ未完成だけど、高加熱の進行を遅らせることができる。だね。僕の友人はこれを公表していない。それに未完成だから副作用が強い。こいつには依存性があって、薬が切れてくると人格の素の部分をむき出しにしてしまう作用がある。むき出しになった人格は無防備だ。与えられた刺激や言葉をそのまま受け入れてしまう。ありがとう。
ございます、ご主人様。とってもいいです、私のために。お前たちは僕なしでは生きていけない。お前たちの全存在は僕のためにある。僕の存在はお前たちにとっての全てだ。僕を愛するんだ、そして愛されようとしろ。答えてごらん、お前たちは僕の何？私たちはご主人様の可愛い可愛いお人形です。はあ、よくできたね、お前たち。操る？それは違うな。これは彼女たちが望んだこと。僕はその望みを最も甘美な形で叶えてやってるだけ。愛される人形であることを望んだのは彼女たち自身だ。誰にも理解される必要はない。Thank you.